こんにちは、ひとぶつです。今日はね、審査員をしてビッグステップに来させていただいてるんですけど。何ですか、いきなり呼び出して。いや、もういきなりちょっと会社終わりに来てくれ言うて呼んでるんですけどね。あの、僕 YouTube 始めて3ヶ月経ったんですよ。で7月、8月、9月で10月、4ヶ月目突入してるんですけど、ありがたいことに2ヶ月で収益化させていただいて、9月からこう YouTube で収益が入るようになってるんですよ。早ないですか、それって。早い、周りのおかげ周りのおかげで。そうなんですよ、あの収益化させていただいたんですけど、で今10月の今日は何日や、中旬、はい、ということは、まあ、9月の収益が確定してるわけじゃないですか。はい、9月の収益、まあ、せっかくは入ったので、まあ、今日の企画、9月の収益でキシスポで買い物してみた。おお。いや、あんまおらんすね。人おらんすね。さっきなんかチラチラ見とった人おったからさ、ちょっと恥ずかしかった。でも結構気になるっすね。いや、だって1ヶ月目の収益ってどんなもんか気にならへん。結構気になるっすよ。いやでも普通に考えたらめっちゃしょぼいやろ、多分買えるんかぐらいちゃう。でもワンチャン、そのなんかこんなん言うたらあれですけど、うん、靴紐ぐらいちゃう。いや、って僕は思ってますけど。まあ、普通はな。で、まあどんぐらいまず動画上げて再生回ったかちょっと発表するわ。なるほど。9月8本。おお。少ないように感じるけど、まあ4日に1本、3日に1本ペース、うん。自分で頑張って編集して。自分で全部編集してます。で、そしてまあ総再生6万5000。おまあまあちゃう、アベレージ8000再生ぐらい。で8本上げてて、一番回った動画が梅ちゃんの、梅ちゃん初盛り料が入ったっていう動画、あの梅ちゃんに出てもらった動画が2万再生ぐらい。あの人めっちゃ好きですよね、盛り料。もうネオ好き。梅ちゃんに入ってもらって、その次に手入れの動画出して、それから毎日磨いてきてるから。あのミスしたら、お前これ買えよって言われるっすよ。森に帰って色もあの色じゃないか。同じの。はい。おう、今日はね、ちょっとみんなに出てもらって再生も収益化もしてますんで、ちょっとね、今日は全部使って、収益全部使って。その収益はあれですか、今言ってもらえるんですか。いや、多分公表したらあかんやんか。あ、そうなんですか。多分あかんねん。へえ。だから、まあこんだけ買いましたけどね、まあ、買って、まあ、大体どんぐらいか分かるやん。なるほど。そう、もう全部使う。おー、それ見て視聴者さんは、うん、まあこんぐらいもあるかなーっていう予想が ね広げられるっていう。サッカーしてる人だったら全然わかるっす。わかる。じゃあ、ちょっと今から店ごと買うから予約しといて。水のように優しく花のように。いや、店ごとは買わんよ。無理か。1ヶ月の収益じゃ無理。絶対無理よ。どれ発泡しかマジで俺靴ひもだけやと思ってるっす。いや、でもそんなもんやろ多分。いや、初月で何十万とか、なんかいろんなもん買えるほどそんな合わないと思ってます。どうする、こうやってスパイク持ってきてたの。おう、買いました。買いました。だいぶ悩んだよな。いや、結構、いや、1時間ちょいぐらいおったっすよ。でも昔からやっぱり長いんだよ。ちっちゃい頃とかさ、地元の子も行ってさ、3時間とか余裕でおって。4時間、うん、余裕で。そんなに、うん、3時間とか余裕、4時間余裕取った。何見るの。スパイク。いや、サイズと好きなやつと選んで履いて、うん、それ OK やともう終わりっすよ。うん、どれがいいか、3時間か4時間も悩む。あでね、地元のカモ行ってて、ちっちゃい頃、はい、その時に担当してくれた人が、まあ、京都のカモの店長と上野のカモの店長らしい。すごい。ほんで、マノマさん、スパイク収集家の、はい、京都のカモ行った時に僕のこと知って、なんか話してくれたらしくて、店長覚えてたらしい俺。ほんで、この間巻きがカモ行った時にさ、はい、カモの人来てて、なんかちっちゃい時に俺が地元の売ってたカモで、俺のことを担当してくれた方が今思うのカモ店長らしい。で、この間おったらしい、巻きがカモ。じゃあ、会津じまいですか。会津じまい あったけど、俺はほそういうの全然気づかなくて、まさか言うと思わへんからさ、向こうは店長くんかなってなってたらしい。梅ちゃんが言うには。そう、ほんで、いや、話しかけたらよかったって言ってくれてたらしいから、これ見てたらちょっとまた梅田も僕よく行ってるんで、また行きます。おう、まあ、ちょっと荷物がこっちにあるので、はい、それは買ってから紹介したいと思います。そうですね、はい。なんか結構荷物映ってないけど持ってもらってるやん、荷物。はい、肩大丈夫。めっちゃ重さやったよ、さっき。まあ、重いっていうか、普通に重い。ほぼさ、店のスパイクなくなったよ。邪魔。お前もうこんなんだって引きずってきとったよ。
はい、帰ってきたんですけども、ちょっとね、あの髪型とかも変わってて、ちょっと次の日の撮影になってしまったんですけども、これですね、岸スポさんでちょっと買い物させていただいて、あ、ちょっとこの袋の大きさでちょっと何買ったかちょっとバレるかもしれないんですけども、1ヶ月目ですね、1ヶ月目の収益、まあ果たしてどのぐらいか、早速ですがちょっと紹介していきたいと思います。みんなちょっとびっくりすると思うんですけど、じゃあ買ったものちょっと紹介していきます。1ヶ月目の収益全部使ったんでこれです。はい、これちょっとまあ何かと言いますと、1ヶ月目の収益ではちょっとブラシしか買えませんでした。なんだブラシかと思ったでしょ。さっき言ってたように1時間も悩みませんよブラシで。まあこれはちょっと自分が使うようで買ったんですけども、まあこれはちょっとあの置いといて、まあこれはちょっと冗談ですよ。そんなわけないでしょ。もうちょっと頑張りましたよ。総再生6万ちょっとあの再生させてしていただいてるんで、もうちょっと頑張ります。紹介していきます。多分ね、1ヶ月目でってなると思うんですけど、出していきます。こちら、でん、いやー、まあシューズですよ。まあ言ったらシューズ買ってきました。ブランドはアシックスさんですね。アシックスさんの靴買ってきたんですけど、まあまだ何か分かんないですよ。まだトレシューかもしんないですし、もしかしたらスパイクかもしんない。まあスパイク入ってたらまあすごいっすよね。1ヶ月目なんで開封していきたいと思います。いや、マジか、えぐい、えぐいですね。1ヶ月目でこれはえぐい。じゃあちょっとオンバイトしていきます。で、DS ライトのイージー買えました。これこの間出た DS ライトの AG モデルですね。なんでこれ、まあなんでってそんなフェスで選べるほどなかったんですけど、まあ普通にこの間 AG モデルが人工芝に出て、個人的にめっちゃ興味あったんですよ。興味あったんで、 DS ライト高校の時に履いててずっと愛用してて、履きやすいっていうイメージがあるのと、まあレザーでめっちゃ良さそうやったんで、まあ人工芝用のこのシューズどんな感じなんやろうと思ってこれにしました。まあでも、まあ何パーセントオフやったとか、まあ定価で買ったとか、まあちょっとその辺はまあ言えないですけども、まあ大体の値段が分かってしまうので、まあ予想してみてください。まあ予想とか、まあコメントを書いてみてください。で、これあの、まあ他の人ならこれ買いました、自分のスパイク買いましたで終わるじゃないですか。そんなことはしません。まああの4ヶ月目突入して登録者も3000人来させていただいて、まあいつも動画を見ていただいて、でまあこれ変えたっていうのは、まあ見てくれてる方のおかげなので、プレゼント企画にしちゃいます。これプレゼント企画にしちゃいます。まあサイズはと言いますと、あのこれ言っときますけど、あのとりあえず1ヶ月目はプレゼント企画です。まだちょっと次の月からちょっとまだ分かんないです。あのフリーとかじゃなくてちょっとまだ分かんないです。1ヶ月目とりあえずこれ変えたので収益化祝いということで、ごめんなさい、ちょっとね、一足しか買えなかったですけど、プレゼント企画にします。サイズは、ほんとごめんなさい、これも。合う方いたらラッキーですね。26.5cm。AG。しかも AG にしたら、まあ人工芝でやる選手多いと思うんでね。で、DS ライトは、間違いないでしょ。いい靴なんでこれにしました。もう収益全部使ってプレゼント企画にします。本当にみんなはいつも見てくれて、コメントとかしてくれるんで、みんな、もうちょっとの手間で、もう僕救われるんで、いいねボタンと、まあ気が向けば何でもいいので、1個目とか2個目とか99個目とかでもいいのでコメントください。で、あとチャンネル登録もお願いします。これからの動画ぜひぜひお願いします。今から応募方法言います。応募方法、フットブーツチャンネル、チャンネル登録してください。1ですね、これが。で、2、フットブーツの、まあ、YouTube チャンネルのスクショでもいいですし、まあ Instagram のスクショでもいいですし、何でもいいので、フットブーツのかっこいいスクショをインスタグラムのストーリーにメンションしてください。で、3、これ最後です。DM で登録しましたっていうチャンネル登録したスクショを僕の DM にそのまま送ってください。フットブーツです。フットブーツのインスタのアカウントこちらになります。概要欄からも飛べますんで、そこからお願いします。で、応募完了となります。多分動画が出るのが、まあ、22日、21か22日に出ると思うんですけど、24日の23時59分で締めとします。締めた後に抽選をして、こちらで、当選発表をインスタの DM でさせていただきたいと思います。当たった場合のみ連絡させていただきますので、当たった方はちゃんと当選しましたのストーリーを上げていただくことと、あと、まあ、発送するので住所を教えていただける方が対象となります。という感じで
みんなが見てくれたおかげでね、あの買うことできたんで、ちょっとぜひぜひサッカー頑張ってる方、あの使ってほしいと思いますんで、どんどん応募してください。お願いしますということで、来月ももしかしたらするかもしれないんで、チャンネル登録と高評価、コメント、ぜひお願いします。じゃあ、応募をどしどしお待ちしております。ありがとうございました。